トレーナーの皆さん、こんにちは。大和スカーレット役の木村千穂です。はい、ウォッカ役の大橋彩香です。はい、オグリキャップ役の高柳智代です。本日はウマ娘公式グッズをご紹介したいと思います。公式グッズを手にフォースイベント盛り上がってまいりましょう。イエーイ。まずはこちら、公式 T シャツです。デデンデデン。はい、イベントのロゴをワンカラーでプリントしました。シンプルでかっこいいですね。いいわね、シンプルで。シンプルでいい、めちゃくちゃ着やすい、ね。ちなみにこれ L サイズです。 あ、そうなんだ。うん、端のサイズ感でこんな感じになります。こんな感じです、ね。後ろに本当みんな、そう、みんなの名前が、今回初出走の人も多いから。そうだよね、嬉しい。ウォッカいいえ、わかりやすいね、ウォッカってね。ウォッカ短いから目立っております。いいですね。はい、そしてこの白い T シャツにも似合うラバーバンドをご紹介です。この色も可愛い。いや、色可愛い。なんかやっぱ俺と合うよね、めちゃくちゃ。うん、この T シャツと合う。すごい、スクール感がありますね。いやーなのかいい感じですね。いい感じ。あ、なんか東京、ね、イベント名と東京公演の日付が入っているということで、公演ごとにコレクションしていくのも良い。確かに、かと思います。記念になる。いいね、はい、コレクションしたいですね。メモリアルで。さらに、そしてこちらもおなじみになりました、優勝レイをイメージしたマフラータオルです。イエーイ。いいわ、いつものやつだ。縦書きおなじみになったやつだ。でも最初見た時はびっくりしたけど、ね、ちょっと色が、うん、サードとは違うらしいよ。なんか深みが出たね。そう、深みが出た。赤色に深みが出たらしいです。深みが出た赤です。そうですね、はい、いやこれはもうぜひね、うん、色味もいいですし、3点セットで、うん、コーディネートしていただきたいでございます。いただきたいでございます。ぜひぜひ。はい、これらのグッズの購入方法についてなんですけれども、うん、詳しくはこちらをご覧ください。今回が初出走となるウマ娘たちのグッズや、イベントがさらに楽しくなるグッズがたくさんありますので、ぜひチェックしてください。ということで今回はここまでです。うん、グッズを手にイベントで私たちと一緒に盛り上がりましょう。イエーイ。それでは、大和スカーレット役の木村千穂と、ウォッカ役の大橋彩香と、オグリキャップ役の高柳智代でした。それでは皆さん、イベントでお会いしましょう。イエーイ。バイバイ。